月輪寺は、京都市右京区、佐賀清田築の和町にある、天台宗の寺院。三号は、鎌倉山。本尊は、阿弥陀如来。京都盆地の西にそびえるアタ山の東方の深い、山中に位置する、山岳寺院である。かつては、アタ体験原白雲寺であったアタ神社との関係が深く、また空や、法念、九条金金などのゆかりの寺として知られる。 境内には、親鸞の手植えと伝える、しぐれ桜があり、尺投げの名所としても知られる。法年承認25礼石第18番札所。月輪寺は、京都盆地の西にそびえるアタ山の東側の深い山中に位置する。京都州京区に属するとはいえ、周囲にはこの寺以外に、人家はなく、麓の清滝からは山道を徒歩で1時間30分ほど、かけて登らねばならない。 月輪寺の創建について説明するためには、関係の深いアタゴ神社の歴史に触れねばならない。アタゴ神社は、一般には、日伏せの神として知られる神社で、近世以前には、アタゴ権現、または、白雲寺と呼ばれて、神仏集合の信仰が行われ、主権道の道場であった。山城名称氏に引用される、白雲寺演技は、アタゴ権現の由来について、次のように述べている。 文武天皇の大宝年間、炎牢純と雲ペン商人という二人の人物が、あたご山麓の清滝に来ると、雷が鳴り、激しい雨が、車軸のように降って、先へ進めなくなった。二人が祈祷を行うと、天は晴れ、大杉の上に、天軸の肥料、唐の前回、日本の太郎棒という天狗の棒領たちが、それぞれの剣族数万を率いて出現した。天狗たちは、 我々は2000年も昔に、ふっつの命を受けてこの地を漁師、人々を利益するものだと告げると、姿を消してしまった。クモペンは、その大杉を清滝四所明神と称し、朝廷の命によって、朝日峰に神病を営んだ。これが、アタコ権限の始まりであるという。縁のオズネは、主験道の階層とされる人物であり、クモペンは後に、大長商人と称され、 加賀の霊城白山を開いたとされる人物で、両名ともに伝説的色彩の濃い人物である。演起によれば、その後、公認天皇の直により、天皇元年、慶春宗図が、和け清丸と協力して、あたご山を中興し、唐の五代山に倣って、五箇所の峰に寺を置いた。それらは、朝日峰の白雲寺、大和峰の月輪寺、高尾山の神願い寺、 竜神の山の日輪寺、それに、鎌倉山の伝法寺であったという。以上のことから、月輪寺では大朝を、回帰、慶春を中高としている。平安時代には空也が、来山し、九条金実も当時に陰性したという。日本浄土宗の祖である法年と親鸞は、流罪になる前の上限元年、月輪寺に金山を訪ねて、別領を死んだと伝えられる。法年、 親鸞、金金の三名は、別離に際して、それぞれが自身の像を刻んだといい、各人の自国像と称するものが、酸素像として寺に伝わっている。ただし、法年像と親鸞像は、江戸時代のものであり、捨て、九条圏実像は、像の制作自体は、平安時代後期に遡るものの、元来は、創業文字菩薩像として造像されたものと思われる。 以上のように、月輪寺の早々演技には伝説的要素が多く、中世以前の歴史については不明な点が多い。ただし、当時には平安時代に遡る仏像群が伝わり、最も古様な作風を示す11面観音立像は10世紀に遡る作とみられることから、空也が雷山下と伝える10世紀頃には時間が整っていたとみられる。 2012年7月の集中豪雨で境内に土砂崩れが発生し、権限堂などの建物にも被害があった。重要文化財の仏像を安置する宝物殿は無事であった。月輪寺の本社投げは、あたご山中の月輪寺境内の斜面上に育成し、根元で幹が分岐し、株立ちしている。枝は密に混じり合い、一連の樹幹を形成しており、 およそ10メートル8メートルの範囲に広がっている。樹高はいずれも4メートル前後、根元幹周は最大で46センチメートルある。場所柄、品栄養の土壌で育成環境が制限されていながら生育状態も良好で大きな樹幹を形成しており、貴重であるため、京都市の天然記念物に登録されている。ありがとうございます。